ひっくり返すぞ。まだよ、片面3分ずつだってば。焦げてしまうぞ。いつからシェフになったのかしら。もう焼けてるだろう。まだよ、ダメだってば。料理じゃなくてもよかったのに。お花とかでも。家では休んでくれ。いつもダイナーで働き詰めなんだから。私ってほんと幸せ者ね。ママ、なんかすごい楽しそうだな。待て、誰だ？私、クロエ、その髪。ああ、お芝居で昨日舞台に立ったって。だけどこれは全然違う。心配したんだよ。帰ってきてくれてよかった。クロエ、よく戻ってきたな。おかえり。落ち着かないけどな。そこら中他人のものだらけだ。手狭になってきたら改装すればいいさ。私がいなきゃ十分だろ。悪いけど私もう行くから。荷物取りに来ただけなんだ。今夜は帰ってくるの？それは分かんない。今どこで何をしてるの？そのレイチェルといるから大丈夫。あら、そうだったの。あ、ちょうど昨日のお芝居の話をしてたとこよ。ごめん、もう行かなきゃ。ちょっと待ちなさい。その前にデイビッドの話を聞いて。すぐに済むから。ったく。クロエ、その、はい、じゃあ。待て、待ってくれ。クロエ、お前に謝りたいんだ。どうぞ。昨日所持品検査をしたのは行き過ぎた行動だった。本当にすまない。その許してくれ。いいよ、許してやる。そうか。ああ、どうせママに説教されて仕方なく謝っただけだろ。クロエ。何？いいじゃん、尻に敷いてやれよ。もういいだろ。待て、待ってくれ。もう一つだけ。ずっと見せたかったものがある。この際その話もしよう。長年同じタイにいた親友フィル・ベッカーだ。外地任務でも2年を共にした。ベッカーは戦死した。路上に仕掛けられた爆弾にやられてな。任務中はよく2人で国に戻った後の暮らしを想像しては
冗談を言い合った。奴は死に、俺だけが生きている。その事実を俺は未だに受け入れられない。だから俺にもわかる、お前がどんな気持ちか。つまりだな、俺ならきっとお前の力になれると思うんだ。悲しみを乗り越えられるようサポートをしたい。ねえ、お願いだからデイビッドにチャンスをあげて。ほら、これをしばらくお前に預けようと思う。考えてみてくれ。デイビッド若いな。こっちがフィルか。仲良さそう。わかった。ありがとう。クロエ。本当によかった。二人とも。ママ、もう行かないと。気をつけるんだぞ。大好きよ、クロエ。はいはい。わかったから。なんだよこれ。パパの工具箱だけ持ってさっさとずらかろう。どうしたんだよデイビッド。工具箱のデコレーションは気に入らなかったか？でも、まだ手がかかりそうだな。絶対直せるはずだ。問題は、どこにどの工具を使えばいいか。応急処置の後か。でも、相当古そうだな。化石みたいなガムテープでも、ないよりマシだからな。このままにしとくか。完全に詰まってやがる。ダメ元で
汚っ。ガバガバだ。閉めないとな。よしっと。うわ、ベッドベッドだ。ここはいじんのやめとこう。接続部分は緩んでる。端子とケーブルをちゃんと接続すれば治りそうだ。ダメか。接続部分は緩んでる。端子とケーブルをちゃんと接続すれば治りそうだ。デスビキャップがベトベトだ。小さめの工具で汚れを削るか。ダメだな。よし、ちょっとはマシになったかな。マジかよ。そこでじっとしてろ。あちこち壊れてるな。もうダメだな。よし、これでビリビリっといくはずだ。点火プラグがイカれてる。炭素石質か。くっそ。頼む、動いてくれ。
しょ。どこ？いた。何それ、染めたの？すっごいやばい似合ってるよ。うん、確かにやばい。ねえ、気づいた？トラックの位置が変わってる。またまた。じゃあ見に行ってみる？プライス、お前のか？ずいぶん早いな。どうかしたのか？今日は特別な日でな。フランク坊やの成人式だよ。なあ、そうだろう？なんでこいつがいんの？とぼけんな。子供の小遣いとはわけが違うんだよ。金はどこだ？部屋になかったんだからしょうがない。諦めろよ。嘘じゃねえと思う。ああ、お友達ごっこに付き合うつもりはねえ。ドリューがどうなったか知ってるな？舐めた口聞くと同じ目に遭うぜ。ちょっとクロエに触んないでよ。女はよ、平気で暴力振るいやがるくせに、男にぶん殴られると途端にギャーギャー騒ぎやがる。フランクの客のことを嗅ぎ回ってるってのは本当か？だったら何？あんたには関係ない。それが関係大ありだ。いいか、売人に客の情報を尋ねるなんてのはドアホか赤ん坊のすることだ。お前ら二人はどっちだろうな。赤ん坊じゃねえならただのバカだ。こいつは無害そうな顔してっから勘違いしてるようだな。なんなら本社を見せてやったらどうだ？なあフランク。荒っぽいのはなしだ。そうかい。じゃあ質問に答えろ。なんであの女のことを嗅ぎ回ってる？友人なんだ、家族ぐるみの。あの女に家族はいねえ、ダチもな。とにかく俺らとしてはこれ以上嗅ぎ回るなっつうことだ。いいな？やだ。どこにいるか教えてよ。ねえレイチェル。レイチェルだと？マジかよ。何がおかしいのよ。レイチェル、お前レイチェル・アンバーか？そういうことかよ。こいつジェームズ・アンバーのガキだぞ。デイモン、お前の親父は救いようのねえクズだ。だからうちらと関係ないだろ。あくまですっとぼけるなら
めとけ、ガキ相手に。ただのガキじゃねえ。こいつはあのクズケンジの娘だぞ。親父が何を企んでんのか全部喋ってもらう。あのろくでなし女とどういう関係なのかもな。デイモン、いいから落ち着け。頭冷やせよ。そんなもん芝居勝手に切れんな。やりやがったな。レイチェルは命に別状はないそうだ。上腕動脈が傷ついたものの切れてはいなかった。手術は成功。今は眠っているよ。クロエ、何があった？私のせいだ。忠告を聞かなかった。セラの知り合いにヤバい奴がいて、デイモン・メリックって。デイモン・メリック、なるほど。あいつか。最初から全て話してくれ。二人でセラに会おうとしたのか？君を責める気も叱るつもりもない。事実が知りたいだけだ。まず私の売人がセラと知り合いで、そいつと会った。フランク・バワーズか？そう、フランク。でもデイモンも一緒に来て。メリックは何と？なんでセラのこと調べてるって。何と答えた？何も言ってない。そして向こうがカッとなったのか。
レイチェルがケンジの娘だって気づいて、おじさんのことをいろいろ聞いてきたんだ。私が父だとなぜ知れた？私のせいだよ。レイチェルって呼んだから。君は悪くない。で、それから？デイモンがナイフを出してみんな凍りついて、で、デイモンが何か言ってレイチェルが切れて、木の板でデイモンをぶん殴って、そんでデイモンが刺した。私完全に固まって動けなくなっちゃって、何もできなかったのが情けなくて。クロエ、君のせいじゃない。で、フランクがデイモンを抑えてる間にトラックで逃げて、叫び声がしたけどどうなったかは見てない。それで全部です。そうか、よくわかった、ありがとう。君がブラックウェルに復学できないか、ウェルズ校長に掛け合ってみよう。レイチェルはセラに会うことを諦めてないかも。どうだろうな。さすがに懲りてくれたと思うが、医師の話では到着があと数分遅かったら命が危なかったそうだ。君は恩人だ。感謝してもしきれない。レイチェルが目を覚ますまでもう少しかかるだろう。起きたらすぐに知らせるよ。はい、じゃあ。クロエ。ステフ、ドリューは？はあ、大丈夫。レイチェルも大丈夫そうだって今聞いたよ。よかった。ああそうだ、こっちの病室にも後で来たら？ああわかった、そうする。これ以上じっとしてるのもきついな。レイチェルが起きるまでその辺散歩でもするか。んだよ、まあどうせ小銭ないけどな。ラッキー、ついてる。栄養士だって絶対ここでジャンクフード買い込んでるはずだ。しゃあ、あと20個は余裕でいけるな。ショーン・プレスコットがなんで病院に手紙書いてんだ？マジかよ。
デイモン・メリックもバイオハザードだろう。ゴミみたいな人間だし。マイキーとドリューの親父さん、挨拶してみようかな。わかりました。それじゃあ。あのノースさん。そうだが、君は？クロエです。ドリューの見舞い？はい、いろいろと。その大丈夫ですか？そうだね、なんとか。ドリューのことは心配だ。でもいいニュースもあってね。実はもうすぐ前のアパートに戻れる。このあと引っ越しだ。知らないかもしれないが、マイキーはドリューの寮に泊まっててね。へえ。その職を失って二人にも苦労をかけた。でもドリューが金を工面してくれてなんとかなったんだ。そうですか、それならよかったです。君クロエと言ったね。マイキーからよく聞いてるよ。君なら知ってるかもしれん。何を？マイキーもドリューも最近様子が少しおかしくてね。ああ、俺も職探しで忙しくてあまり構ってやれなかった。二人から何か聞いてないか？ああ、いえ、特に。二人と遊ぶようになったのは本当最近で。そうか、あいつらと仲良くしてくれてありがとう。ドリューはアメフトに全てをかけてる。最近は特に思い詰めてた。俺が失業したせいでもあるな。ドリューにもマイキーにも心配をかけた。うん、愚痴になっちまったな。二人の前じゃ言えないもんで。わかります。いや、申し訳ない。それと今の話は二人には失礼。クロエ。いらっしゃい。よう来たのか。よう、ドリュー。膝の調子どう？ちゃんと治るって？経過を見ないことには何とも言えねえ。そうなんだ。気にしてねえよ。その髪いいね。似合ってるよ。そうかな、ちょっと染めてみた。新しいことにはどんどん挑戦しないと。ねえ、レイチェルの具合どう？おばさんは心配ないって？ああ、大丈夫だよ。もうすぐ目を覚ますと思う。何があった？言っても信じないだろうけど、ガチな話。ガチな話？ナイフで左腕を刺されたんだよ、デイモン・メリックの野郎に。マジかよ、それって俺のせいなのか？いや、違うよ、私のせい。ドリューのこともあったのにレイチェルを巻き込んだ。怖いね、あんの野郎。俺が蹴りつけてやるしかない。バカなこと言わないで。父さん行くぞ。大丈夫か？
はい。ああ、あんま騒ぐなよ。他の患者に迷惑だ。はい、分かってるよ。クソ、デイモンのこと話したの失敗だったな。レイチェル、もう起きたかな。用が済んだら病室に行ってみよう。それじゃあもう行くよ。来てくれて本当ありがとね。じゃあね、また遊ぼうよ。ああ、レイチェルによろしくな。分かった。聞いたか、消火活動きつそうだな。鎮火？炎症が止まったのか。刺されたら関係ない。いや、レイチェルが無事でよかった。はや、レイチェルのママは相当参ってるな。おばさん、クロエ、あなたがいてくれなかったら、なんてお礼を言ったら。私ったら本当ダメね。こんな情けない顔をレイチェルに見せるわけにはいかないわ。あら、その髪どうしたの？ああ、これはちょっと染めただけで。レイチェルが好きそうね。あの子を失ったら、そう思うと怖くて。大丈夫、心配ないっすよ。ジェームズもそう言うわ。あの人は決して取り乱さないの。パパもそうだった。じゃああなたはパパに似たのね。運が良かっただけじゃないかな。たまたま最悪の状況にならなかっただけ。そうだとしても、それはあなたのおかげよ。クロエ、あなたがいてくれて本当に良かったわ。運命の人はね、出会った瞬間に分かるのよ。じゃあ元気出してくださいね。ありがとう。